2020年11月1日大阪市廃止住民投票。気をつけてください。もし賛成多数になったとしても大阪都にはなりません。一度大阪市が廃止されると現在の法律では元に戻すことはできません。また市民サービスが縮小される可能性は高くなります。残そう大阪。大阪市廃止にノー。